皆さんこんにちは。今回は学年別この春やるべきことというテーマでお伝えしていきます。高1高2高3生の皆さん、この春何をすべきか分かっていますか？この春に何をすべきかしっかり知ることができて行動できれば皆さんの明るい未来を手に入れることができます。この動画を見て春やるべきことを確認してみてください。合格サプリからアプリが登場、たくさんの受験情報をお届け。じゃあまず高校1年生、新高1ですかね、この春にやるべきこと、勉強内容から聞いてもいいですか？はい、勉強内容としては数学と英語の学習習慣をつけることです、なぜ数学と英語なのかは、今後の予習復習を円滑に進められるので大変有利になるからです、やはり数学と英語って積み重ねがとても大切な教科ですよね、ですので一回ここで学習が途絶えてしまうと授業に置いていかれ大変ひどい目に遭います。確かに。例えば他にもよく暗記するのが楽しくなっちゃって理科とか社会ばっかりを熱心にやる人もいるんですけれどもいますよね。いますね。理社は結局覚えてしまえば大丈夫なことが多いので高3からの挽回が効きやすいです。逆に数学英語の高3からの挽回はもうとても厳しいですよね。厳しいです。ですのでやはり今は数学と英語を集中しましょう。確かにめっちゃ重要ですねこれはね、それからもう一つ、例えばスタディサプリや何々の点数が面白いほど取れる本などロングセラーの良質な参考書を使って先取り学習を進めることも重要です。なるほどね。たとえ予習の内容を完璧に理解しきれなかったとしても先に習う内容を知っておくというだけでも心の余裕が生まれてきます、それから予習するといっても完全に独学で中途半端に理解してしまうのも危険なので良質なツールを積極的に活用していきましょう、結構今ね分かりやすい参考書とかね YouTube でも動画だったりと動画サービスたくさんありますからね、それどんどん先取りしていくとここに余裕が生まれると。それからこんな意見もありました。高校に入ってからの現代文の授業は一気に難しくなってしまうので慣れるために少し難しめの内容の本に挑戦してみるっていうアイデアもありました。例えばおすすめは森鴎外の舞姫高瀬舟や遠藤周作の海と毒薬沈黙、三浦綾子の塩狩峠、石牟礼道子の句会浄土我が水俣病などがおすすめだそうです、どれもねかなりの名作が多いですけどちょっと読むの大変ですかね。そうですね、そういうのに当たった方がいいと。水俣病とか倫理とかでも出てきそうなので知っておくとちょっと知識の幅が広がりそうな感じだなと思いました、ですね。分かりました。じゃ勉強以外にもこの春やっておくべきことありますか？はい、例えばまず受験のことは一旦置いておいてとにかく遊びや部活を楽しむということです、新高1の人は今まで高校受験で遊びとかを我慢してた人が多いと思うので、趣味や部活などに全力で取り組むのもいいと思います、一見そういう部活に熱中するっていうことは勉強とはかけ離れてるように思えるかもしれないんですが、好きなことに全力で熱中することで最終的に行きたい進路が明確になってきたりすることもあるのでぜひ好きなことに打ち込んでみてください。自分のやりたいことはやっていった方がいいということですね。他にはどうですか？はい、他には人間関係をしっかり築くことです。高校に入学して新しい人間関係をこれから築いていく時になると思うんですけれども、ちゃんと仲のいい友達だったり勉強や部活などのライバルを作っておくと学校生活とても楽しくなると思います、他にも恋愛をすることも大事な要素ではあると思うのでちゃんと人生の経験にもなりますしね、いろいろ今のうちに楽しんでおくことをお勧めします、学校って勉強以外にもやっぱこの友達作る場所じゃないですか。しっかりね友達を作ってライバル作るって重要ですね。ですね。やっぱ友達次第で自分の勉強のモチベーションとかあと進路とかも変わってくるかなと思うので、ぜひ友達作るのとあとまあ恋愛もね楽しんでほしいですね。この年代しかできない青春とかもあると思うので、皆さん恋愛してください、で次ですね、高校2年生のこの春やるべきこと、じゃあまず勉強内容から聞いてもいいですか？はい、勉強内容で大事なのが今後の学習の計画の筋道をしっかりと立てることです、なぜこれが大事なのかというと1年間の計画をちゃんと立てておけば無駄な時間を過ごすことなく、さらに言えば何を今すべきか、逆に未来自分が何をしているのかをイメージできるので今後の学習の指針になります、他にも苦手科目を振り返ることも大切です。どれくらいのペースで英語とか数学を学習していけばいいのか、もしくは復習していけばいいのか、ペース配分もねしっかり考えていかないと勉強うまくいかないこともあると思うのでそこもしっかりしておきましょう、それから英数国の主教科は実際に志望大学の過去問に触れてみることも大切だと思います。志望校がまだ決まっていない人は共通テストの過去問を見てみましょう。もちろん高2の段階なのでまだ全然解けなくても実際に最終的に到達しなければいけない目標を感覚でつかむことができるので非常に有効です、やっぱりね苦手科目って高2で潰しておかないともう取り返しつかないですよね。そうですね。いや僕もここで数学やっておけばここより解けたかなってめっちゃ後悔してるんで本当加速度的にね内容進んでいくんで高2で皆さんそこで遅れないようにしてほしいなと思いますね。次、勉強内容以外
回ですね、春すべきことを教えてもらえますか。はい、まず自分の進路を考え始めることが大切です。まず文系理系のどちらに進むのかから考え始めると決めやすいと思います、うん、そして文系理系どちらに進むか決まったら、専門科目の理科と社会のうちどの科目を入試で使うのかまで決めていってください。できれば国公立に行くのか私立に行くのか、どのような入試形態で行くのかまで考えられておくと安心です、うん、ある程度分離選択だったり、自分が総合型で行くのか一般入試で行くのかとか、その辺も考えておくと協定平均が足りなくなったとかね、そういうのもなくなりますし、高2の春で考えておくといいですよね。そうですね、うん、はい、大学の情報はインターネットで調べたり、オープンキャンパスに行ったり、もちろん合格サプリの動画なども参考にしていってください、うん、全国の、ね、大学のキャンパスツアーとかね、大学紹介してますからね、はい、めちゃめちゃ有料な情報です、はい、それから高校2年生は高校生活の真っ最中ということで、勉強以外にも部活にも全力でぜひ取り組んでほしいなと思います、うん、メリハリが大切なので、急に勉強だけに集中しようとしてもうまくいかないことが多くあります。一度しかない高校生活を悔いなく過ごすためにも、部活や他のことにも全力で取り組んでください。そうですね、ちなみにお二人高2でやり残したなみたいなことありますか。そうですね、私は塾とかに通ってると、うん、すごい勉強に全振りしてて、全国模試もトップ層の人たちがたくさんいたので、うんうんうん、その人たちの真似をしようとして、無理やり夜中まで勉強して、もう朝も4時5時起きでみたいな生活をちょっと無理にしようとして、もうやっぱり失敗してしまったことがあるので、はい、メリハリをつけて、はい、できる時だけに集中して効率よく勉強するっていうのはすごく大事だなと今振り返って思っています、うんうん、すごい、じゃあ高2で受験生みたいなことしちゃったわけですね。そうですね、ちょっと長く続かなかったみたいな、はい、わかりました。皆さんもね、参考にしてみてください。じゃあ次ですね、高校3年生の春にすべきこと、これ重要ですよ、はい、はい、勉強内容の方から教えてもらってもいいですか。はい、まず勉強に関しては基礎を固めて苦手科目を克服するということです。まず一番苦手な科目一つだけに絞って、基礎から徹底的に演習を重ねていきましょう。苦手克服にはかなりの時間や気力が必要で、複数の科目に手を出しすぎるとどれも中途半端になってしまうので、とりあえず一番苦手な科目に絞って頑張ってみてください、うん、それから春のうちから苦手科目がどこなのかっていうのをしっかり把握していると、今後の勉強方針も固まりやすいのでおすすめです、うん、やっぱり高3になるともう残り時間が限られてますからね、はい、この春で苦手科目潰さなかったら結構大変なことになりますよね。特にそれ英数とかだったら。そうですね、そうね、はい、なのでここはね、まず苦手科目集中してやってほしいということですね、はい、勉強はね、本当もう春やるべきことたくさんあるんですけど、高3の勉強内容以外のところですね、どういったことをやっておけばいいか教えてもらえますか。はい、まず何といっても志望大学、志望学部、志望学科を確定させることです、うん、時々受験学年の途中で離転したいとか、志望校を大幅に変えたいっていう人がいると思うんですけれども、うん、残り時間も数ヶ月とかわずかになってきますし、途中で志望校を変えるのはやや非効率になってしまいます、うん、例えば春の段階で私立文系しか受けないって決めている人であれば、定期テストで受験に使わない科目の対策はもう最低限にするなどの勉強の対策を考えていくことが必要です。他にも受験を一緒に乗り越えられそうな友人を探すことも大事です、うん、今までちゃんと友達がいたっていう人も勉強向きの友達を作るとより良いと思います、うん、どういうことかというと、例えば質問ができたり勉強に関して気が合っていそうな人を見つけておくと受験勉強もはかどると思います、うん、しかもこのメリット、一緒に受験を乗り越えられたっていう達成感のためか、受験が終わった後もそういう友達との付き合いは結構続いています。うん、確かに生涯の財産にもなるので、ぜひ勉強に関しても素敵な友達を見つけられるといいと思います。うん、志望校も結構似てたりすると同じようなレベルの大学に行ったりもするので、就活とかもできたりして一生のね友達になることもあると思うので、これは結構重要なアドバイスかなと思います、はい、それから遊びに関しては、受験前に行きたいところにぜひ行っておきましょう。高3の春が自由な時間がまとまって取れるラストチャンスです。高校生のうちに、例えば制服で遊園地に行きたいとかある人は絶対に今のうちに行っておいてください。楽しむことも本当に大事です。文化祭など本当に学校行事だと言えるような行事を楽しむことができるのも高3が最後です。勉強も大事ですけれども、しっかり思い出に残るような高校生活を過ごせるといいですね、うん、今この時間っていうのは戻ってこないですからね、はい、その時だけしかできないことは、まあ全力で取り組んで受験受ける人も多いと思うので、そういう人はぜひ受験勉強頑張ってくださいということですね。というわけで今回学年別この春やるべきこと聞いてきました。これをしっかりやってくれば君の未来は明るいです。ぜひ参考にしてみてください。皆さんが受験が本格化する前に楽しんでおきたいことは何ですか？コメント欄でぜひ教えてください。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。